どうもこんちゃいコールです。どうもこんちゃいコールです。今回ですね、闇歌で裏闘技場のチャレンジモード挑戦していきたいと思います。本来この高杉の枠がプレナだったんですけど、まあ個人的には高杉の方が強いんじゃないかと思うので、プレナやっぱり聴覚性がないんですよね。で、指が3つある代わりに7コンボ強化も1個しかないと。で、逆に高杉は7コンボ強化に指が2個減ってる代わりに7コンボ強化も2個あって、スキブも2個あって、プレナ1個だよね確か。スキブに2個あって、でさらに、聴覚性で神キラーをつけれると。で、レベルも110にしてるからステータスも高いと。なんで今回は高杉使っていきたいと思います。あとは問題点としては、指が超短いのでどれだけ頑張れるか。7.5秒。意外とあった、ごめん。 意外とあった。いつも通りパズドラのところに書いてる。こんな感じで。パズドラの音減らしておきます。申し訳ない。して、ああめんどくせえなこいつ。とにかく回復力が低いから、そこに注意しつつ立ち回りたいね。火力高いねこいつら。プレーナーに比べてやっぱ火力が出るのがいいところかな。まあつってもプレーナーもまあ十分強いんだけどな。やっぱなんつってもプレーナーはレア度が高すぎて持ってない人が多いと思うから、それに比べて高すぎはまあね、最悪交換できるからそれがいいと思う。危ない、ここで突破しないとまずいかもしれない。全部消えた。あ、てかもしかしたらこの編成ヘラとゴエモンで死ぬ？まあええわ、あんま気にしないでおこう。まあ、そういうのは死んだ時悲しいし。こっち指減らすのがあって今最低。よーし、ナイスオスコーン。あ、やべえ、これ勝ちて、神キラーじゃん。ね、これで HP が、これ80乗った。あ、乗っちゃうか、マジか。イザナギ使えないんだよね。あと12ターン、よかった、使わなくて。じゃあ、ここでちょっと12ターン耐久するんで、まあ、カットになるかな。はい、ということで吸収無効が溜まったので突破していきましょう。なんでこんなうるさいん？今のところうるさかったかもしれない、申し訳ないです。で、ここは普通に、まあ、根性は削りたくないからできれば手前で止めてほしいんだけど、どうかな。イエス、パーフェクト。なんだこれ、なんこれ。ああ、いいじゃん。は？何このゴミ。ゴミが溜まってら。壊してこうぜ。ゴミっつってるけど、実はこれ使えるんだよね。なんだっけ？ガイアだっけ？ガイアでサマーソルト尻尾攻撃、カッコエンメタ継承を使えば、確か削り切れるんだよね。3ターン以内に。
や、一概にゴミとは実は言えないの 言えないんだけど、残念なことにちょっとチャレンジモードだと正直完全にゴミになっちゃうかな。ガイアを引けるあれがね、あれだし。オッケー、切り返そう。うん、悪くない、悪くないっつけど悪いわ。回復力半減はだるいわ。割合攻撃来なかったらね、特に問題ないんで。お願いします。鳥もワンパンしたいこいつは。どうだろう、いけるかな。で、ここで先制ちょっと来てほしい。完璧で、しかもあのめんどくさい霧のやつはいないと。いいね、今のところ調子いいよ。まあ、吸収向こうちょっとだるかったけど、カットしてるから問題ないと。そっち行く。そっち行く。受け突破ちゃんとな、ルー貯めつつ。ちょっと彦も溜まってんのか。これ多分この火力でいけば抜けるから、オッケー、多分これでいけるとは思う。あー、いける絶対。先制は、あー、先制じゃないけど危なかったな、これ。だったらちょっとここ一回全力回復したいんで、先に回復してから突破しようか。完全にこのパーティー多分ヘラとゴエモンが対策できてないのかな。ミメタの軽減何パーか分かんないんだけど、多分対策できてないから、そこがネックだね。ちょっとその運ゲーが、この編成で HP マックスで突破っていうこと自体があんまりないから。お、いいね、 HP 回復してほしい。ナイスー、完璧で、ヒコ使います。で、ここパズルミスをしないようにして突破しましょう。オッケー、7コンボすればとりあえず抜けるからね、こんな吸収無効キャラとかを。で、あとやばい吸収無効誰だろう。まあいいや。はい、じゃあ波光イズナミか。これ先制撃ってくるって、撃ってくるっけ、撃ってこないか。じゃあ一旦ちょっと余計なことしないでね、本当に約束だよ俺らも。ちょっと余計なことしないでね、普通に優しくして。最低、一番最低。 80% は実質 0% っていうしな。はあ、マジか。うん、なさすぎでしょこれ。抜いたところで死ぬぞ正直。攻撃打ってこい、何でもいいから。マジであり、いやー耐えれっかな。発狂は実際に当たられてて、攻撃してこいや雑魚ブス。なんでこいつ俺が闇メタだって気づいてんだろ。絶対わかんねえけど、これ絶対俺が闇メタだって気づいてるムーブじゃん。待って、お邪魔残したらやばい気がする、なんか。あー、やばいと思った。これ次発狂でしょ、また。ただまあ逆にこれはすごいいいか。でもこれね、ラクシミとか引いたらなんか嫌なあれが見えたけど今一瞬。まあいいや、とりあえず突破しよう。こいつめんどくせえから。もしラクシミなんか、ラクシミもっと前かな、わかんねえけど。はい、アンチフィールド、こいつだれそうだな。なんか即死打ってきそう。いや、ちょっとこいつ立ち回りわかんないや。ワンパンします。こ
こいつでちょっとスキル無効ターンあれできるのかもしれないけど、待って、これ光吸収ないけど、それが2個消えたらやばい。危ねえ、オッケー。ちょっとマジラクシミいないよね、もう。ねえ、イザナミ。